は、インドのデカン高原、コールハープル地方に存在したヒンドゥ王朝。シュトは、パンハーラー、コールハープル、マラーター王国の分国でもある。1812年以降は、コールハープル半王国となる。1707年、第4代マラーター王シバージー2世は、シャーフーに軽度の戦いで敗北し、1708年には、シャーフーが、 第五代マラーター王として即位したことにより、王位を失った。1710年、シャーフーはシバージー2世にコールハープル地方一帯を領地として与えた。ここに、シバージー2世を初代とするマラーター王国の文国が誕生した。1714年8月2日、シバージー2世は弟サンバージー2世に投獄され、サンバージー世が新たな王となった。その後、 サンバージー2世はパンハーラーからコールハープルへと遷都した。1731年4月13日、サンバージー2世はマラーター王国とワールナー条約を締結した。これにより、コールハープルは正式にマラーター王国から分離した。1760年12月、サンバージー2世は軽死なくして死亡したが、 1762年9月にシバージー三世が養子として迎えられた。その治世、1812年10月1日にイギリスと軍事保護条約を締結し、従属下の反王国となった。1813年4月、シバージー三世は死亡し、息子さんバージー三世が継承するも、1821年7月に死去した。その後、 サンバージー3世の息子シバージー4世が継承したが、翌1822年1月に死去し、彼の叔父で摂政のシャハージーが継承した。1838年12月、シャハージーが死亡すると、息子のシバージー5世が継承した。だが、1866年8月に、彼が死亡するとその弟は途絶え、一族から迎えられたラージャーラーム2世が継承した。 1870年11月、ラージャーラーム2世が死亡すると、再び応答が途絶えたものの、翌年にシバージー6世が養子として迎えられ、半王位を継承した。1883年12月、シバージー6世が死ぬと、翌年に一族からシャーフーが養子として迎えられ、半王位を継承した。シャーフーの知性、多数の学校及び、 学生のホステルを設立、気前よく寄付をし、1920年にシャーフーベーダ学校を設立した。1922年5月、シャーフーが死亡すると、息子ラージャーラーム3世が継承した。彼は1911年に、ジョージ5世の戴冠式とデリーダルバールに参加した。1940年11月、ラージャーラーム3世が死亡すると、 再び応答が絶えたが、翌1941年12月に養子に、迎えられた、シバージー7世が継承した。1946年9月、シバージー7世が死亡して応答が途絶えると、1947年3月に、パワールケから、シャハー G2 ー世が迎えられた。同年8月15日、インドパキスタン分離独立時、コールハープルハン王国はインドへと帰属した。 A.B. サタラさん、A.B.C.D. コールハープル、ハットアドバンス・スタディイン・ザ・ヒストリー・オブ・モダン・インディア、G.S. チャブラ、グーグル・ブックス・ハット、ガッツ・ア・ティール・オブ・ザ・ボンベイ・プレジデンシー、ベルガウム・ハット A.B.C. コールハープル、ハット A.B.C.D. コールハープル。ありがとうございます。